二階保安検査場より見た、チェックインカウンタートロムソ空港は、ノルウェー北部の都市トロムソにある空港である。トロムソや島の西側、トロムソの中心市街から北西 3km の距離に一致している。トロムソ以外にもトロムス県の北部、中央部への最寄りの空港となる。ノルウェー北部地方で最大の空港であり、フィンマルク県各地及び、 スワールバル諸島の空港に対してのハブとなっている。定期便はほとんどが国内線だが、イギリス、ロシアへの国際線も就航している。1964年9月14日に開港。1930年代より、トロムソとオスロなどとの間に定期便があったが、トロムソ空港の開港以前は水蒸気で運航されていた。1974年に、 デハビランドカナダの短距離離着陸機 DHC-6 を利用したフィンマルク県への航空ネットワークが開かれ、そのハブ空港として機能するようになった。最初のターミナルは1977年に全景のターミナルに改築され、現在でも一部利用されている。現在のターミナルは1998年に空港全体の拡張近代化に合わせて建てられ、 新しい完成塔と初めてボーディングブリッジが備わっている。この拡張により空港へのアクセス道路は滑走路端部をくぐるトンネルを通るようになった。トロムソ空港はトロムソの中心市街まで自動車で10分ほどと資金である。タクシーを利用する場合は150クローネほど。中心市街までのフリー物線が1時間に1から2便ある。 空港と市街の間は直行し、市街で数カ所の停留所に泊まる。所要時間は20分ほど。また平日には1日3便とロムソ大学行きのフリーブス線があり、所要時間は15分ほどである。運賃は均一55クローネで、子供は半額往復割引や団体割引もある。路線バスは40番と42番が空港を経由し、1時間に 二から三便ある。一人26クローネで25分ほどかかる。いずれもコマナー車による運行。空港に近接して、バスターミナル、ショッピングセンター、ホテルなどがある。ありがとうございます。